私たち仙台フレーバーは Twitter ショールーム .l プラス、そしてファニコンというアプリをやっております。 Twitter などは皆さんも知ってると思いますので、ぜひともまだフォローしてない方はフォローの方よろしくお願いします。はい、そしてこの後に終演後物販というものがあります。私たちのオリジナルグッズなどを販売するんで、少しでも気になった方はよかったら遊びに来てください。それでは仙台フレーバーでした。ありがとうございました。